サミールこと、ジョルジ・サミール・クルス・カンポスは、ブラジル・バイヤ州、イタブルナ出身のクロアチア代表サッカー選手。NK ロコモティバ・ザグレブ所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。アトレチコ・ミネイロのユースでキャリアを開始し、2003年にアトレチコ・パラナエンセのユースへ移籍。2005年にトップチームでプロキャリアを開始するも出場することはかなわずに、フェロビアリア、 パウリスタ FC へ貸し出された。2006年にベンダノバイ FC と契約したが、すぐに AD3 回ターノと NK ディナモザグレブへ貸し出された。ディナモザグレブ2006年11月6日にディナモザグレブへ2006から07シーズン終了までの期限付き移籍で加入。2007年3月17日に国内リーグの HNK リューカ戦で移籍後公式戦初出場。 NK スラベン・ベルポ戦で初得点を挙げ、シーズン終了までに13試合1得点を記録。また、同シーズンの国内カップで4試合に出場した。リーグ戦とカップ戦の2冠を達成し、この2冠は2009年まで3期連続で継続していった。2007から08シーズンは移籍金140万ユーロでディナモ・ザグレブに完全移籍を果たすとともに欧州カップ戦。 初出場を飾ると、首相のルカ・モドリッチが本来務める右サイドハーフで、起用され、UEFA チャンピオンズリーグ2007から08、予選及び UEFA カップ2007から08の、全試合にわたりモドリッチと共に両翼を支えた。国内では2期連続で2連覇を達成する中で、リーグ戦で24試合4得点、カップ戦で4試合に出場。 全公式戦で38試合後得点を記録した。モドリッチがトッテナムホットスパー FC へ移籍後に背番号10を受け継ぐことになった2008から09シーズンでも2冠を達成。リーグ戦では全試合中1試合を除く33試合に出場し8得点を挙げる。欧州カップ戦では UEFA チャンピオンズリーグ2008から09 予選及び UEFA カップ2008から09の11試合、国内カップ戦に5試合に出場し、全公式戦44試合11得点を記録した。2009から10シーズン開始時の8月16日に NKOCX 戦で2度のペナルティーキックと1度のフリーキックにより初ハットトリックを記録。同シーズンのクラブはカップ戦こそ優勝を逃したものの、 リーグ戦では5連覇を達成し、サミール個人としては26試合5得点で優勝に、一役勝った。また、国内カップ戦で6試合、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10で4試合、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10で8試合中前試合に、出場し、全公式戦で46試合6得点を記録した。ライバルクラブであるハイドゥクスプリトとのダービーとなった。 国内スーパーカップでは、首相、イゴール・ビシュチャンの決勝点により、自身初スーペルクップのタイトルを獲得した。同シーズンの国内リーグ戦及び国内カップ戦で28試合17得点という、活躍を見せ、リーグ最優秀選手賞を受賞。UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、予選及び UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、 の欧州カップ戦で12試合7得点を記録した。2011から12シーズン序盤は、まずリーグの HNK チバリア戦と、HJK ヘルシンキとの UEFA、チャンピオンズリーグ2011から12予選3回戦、第1戦で決勝点を挙げた。続く、丸目 FF とのプレーオフ第1戦で2得点を挙げるなど、久しぶりの本大会進出に貢献。本大会では、 レアルマドリード、オリンピックリヨン、アヤックスアムステルダムと各国の競合との対戦で5試合に出場した。国内リーグ、国内カップとチャンピオンズリーグのグループステージで定期的に起用され、全公式戦で38試合8得点を記録した。2012から13シーズンはリーグ戦の序盤7試合で8得点を挙げる。UEFA チャンピオンズリーグ2012から13。 予選では NK マリボルトのプレーオフを除き出場し、本大会ではグループステージ全6試合に出場した。ヘタフェ2014年1月31日、自由契約でヘタフェ CF に移籍した。中国時代2015年2月27日、中国長級の高速二の部春天足玉クラブに移籍した。2016年7月15日、 公衆緑城即球クラブへレンタル移籍。2017年1月よりディナモザグレブに復帰したが、半年後には再び中国に渡り高級の武漢卓司か足玉クラブへ加入した。スポルチレシフェ2019年2月、スポルチレシフェに加入した。2009年にクロアチアの国籍を取得し、 クロアチア代表でプレーしたいとの願望を表明するも、FIFA の規定で5年継続移住していることが、出場条件にあったためスラベン・ビリッチ監督時代に、招集されることはなかった。2012年2月18日に、FIFA から条件クリアの通達がされ、9月27日に、イゴール・シティマッツ監督の下で 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のマケドニア戦とエルズ戦へ向けて、 クロアチア代表に初招集。10月12日のマケドニア戦で65分から初出場を飾った。ありがとうございます。